映画やビデオカメラ用の三脚にはカメラの重量や用途に合わせて様々な種類があります。このビデオでは重量がおおむね 10kg 以下の軽量ビデオカムコーダー用小型三脚について取り扱い方法を説明します。まず各部位の名称を覚えてください。カムコーダーを載せるためのヘッドです。パンやティルトの機構を備えています。ヘッドにはパン棒が取り付けられています。カムコーダーをヘッドに取り付けるための通称爪と呼ばれる金具です。水平を取るための水準器です。この機種では水準器を照らす照明装置がついており、暗い場所での撮影に便利です。パンのロックレバーです。こちらはティルトのロックレバーです。これはパンの操作を軽くするか重くするかを調節するノブです。ティルトの重さも同じように調節できます。三脚の材質には木製、金属製、カーボンファイバー製など様々な種類がありますが、ご覧の三脚は金属製です。軽くて丈夫なのが特徴ですが、変形すると修復することができないため、ぶつけたり必要以上の負荷をかけないよう注意してください。そしてこの三脚は三段式で、伸ばすとこのような高さになります。三脚の下に取り付けられているスプレッダーは通称トライアングルと呼んでいます。三脚の設置方法を説明します。平らな場所では三脚を開いてそのまま設置します。一本の足を地面につけ、それを支点にして後の2本を広げれば楽に設置することができます。トライアングルを足で踏んで必要な長さに伸ばし、確実にロックします。この時傾いた状態で設置すると非常に不安定になりますので、常に一番安定した状態になるよう設置してください。ローアングルで撮影するときは足を一番低い位置まで縮め、トライアングルを広げることによってさらに低くすることも可能です。土足禁止の場所に三脚を設置する場合は必ず敷物などを敷いてください。片付けるときはトライアングルの中央のリングを引くと簡単に三脚を畳むことができます。ただし足の長さが違っていたり、またトライアングルの長さが違っていたりすると綺麗に畳むことはできませんので注意してください。不整地で使用する場合はトライアングルは取り外します。そして3本の足のうち1本だけを少し伸ばしておきます。その足を最初に地面につけ、後の2本を広げることにより簡単に三脚を設置することができます。この部分を踏んでしっかりと固定した上で足を伸ばします。片付けるときも1本だけ少し長く出しておいて、それを頂点に後の2本を畳むようにしましょう。段差のある場所では3本の足の長さをその状態に応じて適切に調整して設置してください。カムコーダーをヘッドに取り付ける方法を説明します。まずヘッドから爪を外します。そして爪をカムコーダーに取り付けるのですが、
取り付けネジは2種類あります。そのカムコーダーがどちらのネジなのかあらかじめ確認しておきましょう。このヘッドでは使わない方のネジを収納する場所がありますので、そこにしまっておけば紛失を防ぐことができます。爪をカムコーダーの底に取り付けます。爪のピンとネジが所定の位置に入るよう確認しながら固定します。ドライバーなどでしっかりネジを締め付けてください。そしてカムコーダーをヘッドに取り付けます。まずヘッドのパンとティルトのロックレバーが確実にロックの状態になっているかを確認します。爪を所定の位置に挿入します。そして適当な位置でロックレバーを回し固定します。取り付けるとき、この金具が出ていたら指で押さえて差し込んでください。また片方の溝だけに入れて差し込むと、カムコーダーはヘッドに固定されませんので落下事故の元になります。確実に溝に差し込んでください。カムコーダーを取り付けたら、まずヘッドの水平を取ります。カムコーダーの一番上の部分を持ち、ヘッドを固定しているネジを少し緩めて水準器を見ながら水平を出してください。この時カムコーダーの上の部分以外の場所を持って水平を取るとバランスを崩しやすいので、必ずカムコーダーの一番上を持って作業をしてください。水平を取り終わったら、ティルトが一番軽く動く状態にします。そしてスライドベースを固定しているロックを外し、前後に動かして一番バランスの良い場所で固定してください。ティルトとパンが一番スムーズに操作できるよう調整します。パン棒の角度は一番操作しやすい位置に調整してください。カムコーダーを取り付けた三脚は責任者が保持することを忘れないでください。このような状態では転倒事故などの原因となり非常に危険です。三脚を持ち運ぶときは足を縮め、パン棒を畳み、できるだけ突起物のない状態にします。人がいない場所ではこのように肩に担ぎます。人の多い場所では抱きかかえるようにして持ち、周りの人にぶつからないよう注意しましょう。最後に後片付けです。カムコーダーから爪を外し、ヘッドに戻しておきます。足とパン棒をきれいに畳みます。この時ヘッドは必ず水平にしておきます。決してこのような状態にしてはいけません。上下を間違えないようソフトケースに入れ、片付けは終了です。小型三脚の取り扱い方法、ご理解いただけましたでしょうか。どのような状況の中でも正しく三脚をセッティングできるようになるまで練習を繰り返してください。